Welcome to the Disco Cherry! ようこそ毎月第2木曜日、ここ FM ルピナスに現れるディスコチェリー。私、支配人の桜川松五郎、通称チェリムでございます。いやー、皆さん、今年もいろんなことがありましたよね。いよいよ、ディスコチェリーも今年最後の放送になりました。さて、実はですね、12月、オープニングとですねエンディングが変わりました。誰なのって言いますとね、なんかもうね、この辺どっかにあのジャケットバーンって出てきてると思うんですけれども、オープニングはですね、佐藤響さんのアルバム I Love New York からグディグディ、そして、エンディングもですね、同じく、まあ、佐藤響さんのアルバム I Love New York から A Dream is a Wish Your Heart Makes となっておりますので、こちらもですね、ぜひお聞きくださいませ。ありがとうございます。楽しみにしてくださいね。そしてね、第29回目となる今月ですけれどもね、まあ締めくくりといえばもうあの方しかいない。ディスコチェリーはもうあの方に締めくくっていただこうと思っております。そう、しおりの部屋第4回がオンエアとなります。果たして気になる第4回のゲストとは、まあ、見込みしおりオーナーと、ゲストさんにはですね、この後のディスコチェリー VIP ルームしおりの部屋で、たっぷりお話と。皆さん、今回もエクセレントです。まずはディスコチェリー、今月はですね、オーナー三上しおりさんのアルバムアワーシップからザッツオールをお送りします。それではいきましょう。スタートプレイング。
ディスコチェリー VIP ルーム、今月は皆さんお待ちかねのしおりの部屋をお送りさせていただきます。はい、ありがとうございます。まあね、そんな人はね、もう日本中にはね、一人もいないとは思うんですけれども、一応ね、一応新生児の方はね、生まれてまだ知らないかもしれないんで、いや、何もわからんわっていうね、感じなんですけども、はい、まあ、しおりの部屋とは何かと言いますと、まあ、オーナーであります、こちらの三上しおりさん主催の、まあ、スペシャルコーナーでございましてね、まあ、今年最後、もうね、さっきチェリムがね、もう、今年の最後でディスコチェリーったら、これしかないだろうって、もう、言い放ってましたからね、言い切ってましたからね、はい、まあ、僕もそこは激しく同意をしておるんですけれども、まあ、今年最後の放送ということで、まあ、今月もですね、しおりの、まあ、ぜひね、はい、音楽好きをね、ざわつかせましょうね。そうですね、ざわつかせていきましょう、はい、いきましょう、いきましょう、はい、で、まあ、それではですね、ご紹介させていただきます、しおりの部屋オーナー三上しおりさんです。はい、ありがとうございます。こんばんは。はい、しおりさん、またよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、そしてですね、いつものナビゲーターは私、川越のぞのこと森園長弘がお送りさせていただきます。ありがとうございます。さて、しおりの部屋、まあ、しおりオーナーですね、はい、今月のこちらにね、はい、もういらっしゃっておりますけれども、ね、ぜひぜひゲストさんご紹介いただけますでしょうか。はい、はい、今回のゲストはですね、はい、素晴らしいギタリスト、はい、鷲尾浩太さんです。イエーイ。いやー、もうようこそしおりの部屋って感じですよね。はい、来ましたね。はい、そうですね、はい、ようこそ。ね、もうしおりの部屋のちょうど1年経ちましてですね、うん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 、この1年目のね、はい、記念すべき回に鷲尾さんが来てくださったということでね。もうぴったりな、ね、ゲストですね。本当に。そうですね。はい、まあ、実はそのゾノはですね、鷲尾浩太さんにお会いさせていただくのはですね、まあ、まずは川越の音喫茶の一条さんが、まあ、一番最初って、この時は第1回に出演していただいた石渡さんと、あ、そうですね、トリオでご出演いただきまして、はい、そしてね、次が、まあ、渋谷のカフェテラオさんと、はい、はい、で、まあ、この2カ所で、まあ、不思議な縁でこう必ずこの3人さんのトリオの時になぜかゾノは行くみたいな感じで。そうですね、なんかそう言われてみれば、そうなんですよ、はい、で、必ずこのトリオで時に、まあ、聞きに行かせていただいて、はい、で、まあね、なんてかっこいいね、この音を出すギタリストの方なんだと、うん、はい、でもなんかね、しおりオーナーのまた声との相性っていうんですかね、はい、これはすごくいいですよね。あ、すごくやりやすいように、うん、いつもこう楽しいように引っ張ってってくださるので、本当に楽しく演奏させていただいてます。なるほど。いや、はい、それは本当見てる方もね、伝わってきますよね。はい、まあ、そしてね、3回目が、まあ、銀座の愛の輪さんでの、はい、しおりオーナーとの、まあ、ディオライブでも、まあ、その幅広い音色っていうんですかね、これがまたね、改めて感動させていただきました。はい、ありがとうございます。まあ、毎回このね、今は必ずなんですけれども、はい、気になるところって何っていうとね、しおりオーナーとの出会いについてお伺いしようかなって思ってまして。なるほど、はいはいはい、はい、あ、毎回なんですけどね、うん、婚約会見じゃねえんだぞってしおりファンが多いざわつくんですよ、ね、うん、はいはいはい、お前ちょっともうちょっと聞き方なんか考えて言ってくれないかなと。お前だけ後ろ見て出会いっていうから、なんかのね、雑誌とかでよくあるじゃないですか、はい、記者会見みたいになってて ね、 ね、鷲尾さん の、 女性ファンが今ざわついてるの。いやいや、しおりさんの男性ファンもね、ざわついて、ざわつくだけなら構わないんですけどね、憎しみの矛先がね、ゾノにガーってくるのだけ勘弁してほしいなっていうのが、これはもう毎回なんですけれども、うん、まあ、ゾノはさておきで、はい、ゾノの出会いのきっかけっていうのはどんなことだったんですか。はい、なんか鷲尾さんがライブをされている時に私がそこにいたんですよ。おうおうおう、でもなんてかっこいいギターを弾く方なんだと思って、なんか勇気を出して話しかけてみたんですよ、はい、そしたら意外にも優しい方で、すごいこうバッキバキ弾いてたから、なんかちょっと怖い、どうしようかなと思って話しかけたんですけど、すごい優しい方で、それでライブ今度お願いできませんかっていうことで、はい、お話しさせていただいたら、はい、もういいよって言ってくれて、うんうん、それでライブが決まったんですよね。そうです、そうですか、はい、思い出しました。思い出しました思い出しましたあの時ですね、はい、僕がライブをやってて、はい、それでしおりさんがいて、はい、
そう話しかけられて、はい、でもその時にあのお店の、バーテンやってる人が、はい、すごい歌がうまいんですって言って、僕はその時初めましてだったので、ああそうですよね、あそっか、だから一緒に演奏してみたいなっていう風にその時すごい思ったんですよね。そしたらすぐ連絡をしおりさんがくれて、はい、連絡しちゃいました。そう内心やったと思って、はい、演奏一緒にできると思ってしたら、やっぱ本当案の定素晴らしくて、でそこからのご縁で、なるほどね。いやまあね、銀座愛の間さんではね、実はゾノは初めてお二人のいわゆるデュオを聞かせていただいて、でまあ、 あのジャズはねもちろんあの素晴らしいって思ったんですけど、うんうんうん、まあ、カフェテラオでもそうだったんですけれども、このシティポップ、このシティポップにおいて、まあ、まずそのシオリオーナーはねもともとやっぱりクロスオーバーといいますか、うん、いろんなジャンルの曲を歌われるボーカリストさんでもあるので、はい、あのシティポップを歌われるっていうことについては、そんなにゾノはそのシティポップ大丈夫ですかみたいな、うんうん、ジャンル違いじゃありませんか、垣根違いじゃありませんかみたいなところはないなっていうのは、はい、もう理解をしていて、でも音はどうなんだろうって、うんうん、その変な話、鷲尾さんはどんな音を出されるんだろうかっていうところを、まあ、カフェテラオさんの時も思ってたんですね。ところがね、このギターやっぱ素晴らしいですね。いやもう本当素晴らしいですよね。もう本当すごいなって。この部屋に呼ばれると照れますね。あ、そうですか。いやもうね、ジャンルをね超えた、うん、本当独特の世界観をまた鷲尾さんが作られて、そこでしおりさんの世界観とこう、うん、ドンとくるので、こうね違うカバーじゃないような、この歌は例えばその山下達郎さんのライドオンタイムとかをね、こう、はい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 、お二人がやられて歌いましたりするっていう時に、あの山下達郎さんのライドオンタイムっていう曲は確かにこのように存在すると、うんうん、で確かに売れてすごいシティポップって言われる曲なんだけど、はい、もう一個ライドオンタイムってあんだよねみたいな、あ、すごい嬉しいですね。嬉しいですね、これ嬉しいですね、うん、恐縮ですし、はい、嬉しいですね。もう一個あって、それが、はい、そのいわゆるしおりさんが歌い、鷲尾さんが奏でるギター、はい、でカフェテラオの時は、まあ、もちろん石渡さんもいらっしゃって、うんうんうん、その方たちが出して作った音、うん、だからこう、うん、変な話別物に感じるんですよね。ライドオンタイムっていう共通項はあるけど、こっちはなんて言うんですかね、左の道は達郎へ続くみたいな右の道はあの、うん、トリオに続くみたいな、なんかちょっと他の曲の歌詞ですねそれはねあれ水戸黄門の歌ってこんな違うわ違うみたいなね感じなんですけども、はい、なんかもうその本当にね、聞く側のその想像をあのいい意味で、ね、裏切ってくれると言いますか、うん、シティポップってカバーよね、だからこうでしょって思ったものに対して、うんうん、あの2人がやられるシティポップは決してなぞるんじゃなくて、はい、こう新しいなんか色をこうつけていかれるっていう、うんうん、なんかそれをすごく感じていたんですけれども、うんうん、まあ、この辺って、はい、この辺りってやっぱりその塩リオナーも鷲尾さんもこう、はい、シティポップこれをやろうとかあれをやろうっていう時にこう結構意識される部分ってあるんですかね、はい、意識する部分、そうですね、シティポップって今流行ってるじゃないですか、はいはいはい、もうこの本当にここ 2,3 年とかですごいこうブームになって、はい、海外でも聞かれるようにって、はいはい、うん、確かに。で僕その親が結構この手の音楽好きで、なるほど、それぞれ達郎さんとかユーミンとか、はいはい、めちゃくちゃ聴いて育ったので、はい、まあ、その頃は当然シティポップっていう名前すらないですよ ないですよね。全部合わせてニューミュージックですからね。そうそうそう、おっしゃる通り、そのニューミュージックっていう、はい、でなんかそれが心の中にすごいある状態で子供の頃やっぱ育ってるので、はい、やっぱりなんかシティポップのそのあの雰囲気とか空気感音が共有できるミュージシャンとやると、はい、うん、なんかその原曲より上にこう追加されるものみたいなのを演出しやすいっていうのは正直ありますね。それがさっきおっしゃったそのカバーじゃないっていうふうになっていくのかもしれないですね。なるほどね。シュルノは歌われる時には何かちょっとここはあの変化球入れてみようかじゃないんですけど、はい、ちょっとこうってあるんですか？でもさっき言っていただいたことが全てで、なんかあのやっぱ全く同じ編成でもなければ、はい、その私たちその世代ではないので、やっぱり、ね、なのでなんか
同じようには絶対的にならないし、はい、あの真似してなんか寄せようと思うのもなんかちょっと違うかなっていうのがあって、うんね、確かにすごくリスペクトもしてるし、はい、あのたくさん真似してきた部分もあるんですけど、はい、でもなんかきっとこのお二人なら何かやってくれるっていう、はい、なんかちょっと期待も込めて勝手に選曲したりとか、うんはい、しててで私はもうそこの上に乗っかって楽しく楽しく歌ってるだけなんですけ ど, なるほどもう本当に、はい、あの言っていただいたことが全てすごい嬉しいです、ねね、だって綾沼さんではね、はい、サザンオールスターズの愛しのエリアをやるかと思ったら、うん、なんとレイチャールズ版の方をやるじゃないですか。あ、そうですね、はい、レイチャールズの方やるの、でもあれピアノだぜ、うんうん、でもここにいるのはギターとボーカルしかいないんだぜ、うんうん、なんだけど、うん、そこにいるお客さんがねあのすごい感動されてるんですよね。嬉しいですね。嬉しい、めっちゃ嬉しいです。これはねやっぱりこの二人ってすごいんだなっていう風にもう感じさせていただいた。でもちろんねジャズのスタンダードも素晴らしい楽曲、うん、いっぱいね、はい、お二人お持ちでらっしゃって、はい、それもあるんですけれどもね、まあここだけはねライブに行かないとやっぱり聞けない、うんうんうん、そうですねところなんですよね、うん、シティポップに関してはやっぱりライブに行かないと聞けないですし、うんうん、ライブに、ね、今 これを見てらっしゃる方も、うん、ライブに行った方は多分にんまりしながら聞いてると思うんですよ、うんうん、で、はい、行けてなかった方はねみんなどうなんだろう何なんだろうって、うんうん、話がつながってこない人がもしかしたら一人二人いるかもしれないんですけれどもその方たちに言いたいことはライブ行ってね来てね見てねっていうねここはねもう声をね、はいはい、中点を上げてね、うん、言わせていただきますけどみたいなねどこの通販だみたいな感じなんですけどもね、はい、あのなるかなと思ってるんですけれども、はい、まあおそらくね画面の前の皆さんもね、まあ、結構ボルテージは上がってると思うんですね、はい、で何が上がってるのかって言いますとね、まあ、やはりこのしおりのねしおりの部屋といえばまあ恒例のプレミアムスタジオライブ、ね、はいそうですねそうですよね、はいうん、でまあ今回はその鷲尾浩太さんとのね、まあ、ライブなんてのもちょっとお聞きしたいななんて思うんですけどね。あらまあ、あらまあ、あらまあ、でも聞くところによりますと、はい、鷲尾さんなんかあの今月あたり、まあ、今月というか、まあ、先月ですよね11月、うんデジタル配信でアルバムをリリースしたよなんて話もちらほらとあら情報が早いちょっとね聞いておりましてね、はい、そうですねでまあやはりまあここはねそこから今だいたい3週間ちょっとうんうん、もうすでに3週間ちょっとぐらいで、うんうん、まあどこよりも早くと言いますかねそうですねなんかこの一曲ぐー今日は書かせていただけないです、うん、おねだりですねおねだりですね、 まあね私がおねだりしてもね鷲尾さん気持ち悪いのお前のこと言ってもらおうみたいになっちゃうんでもうここはねちょっと使用料の方からお願いしていただけると嬉しいななんてやっていただけますか喜んでよありがとうございますありがとうございますでも気になるところはね、はい、今日は何の曲をやっていただくんでしょうはい、そのアルバムをデジタル配信を11月23日にするんですけれども、はい、フィドラスターというバンドをやってまして、はいそのバンドからシナモンという曲をギター1本でアレンジしてみました今日のためにですこれ本当に今日ここでしか演奏しません皆さ ん、はい、皆さん今日ここでしかですからね、はい、めちゃくちゃスペシャルですねそうです、うん、だってバンドのライブの時は5人でやりますから1人で行くことはないのでそうですよねここでしか聞けないと思いますいや贅沢だわ今日 ね、うん、見た人はねぜひお友達にもね伝えてもらってね、うん、遅くないからもうアーカイブでもいいから絶対見ろよってね言ってほしいところでもございますしね楽しみですね、はい、楽しみですね、はい、じゃあシナモン含めましてですね、はい、ライブの方なんですけれどもはい、少量のいつものワードお願いしますはいそれではいきますよ It's show time イエイThank you.
Girls and boom, ooh, the middles. Brown paper packages, kind of strings. These are a bit of my favorite things. Green colored bunnies and crisp apple starters. Bluebells and sleigh bells, snooze out with noodles. Wild geese that fly with them on their wings. These are a bit of my favorite things. Goosey white dresses with spruce satin sashes. Snow wreaths that stay on my nose, head and lashes. Silver white winters that melt into spring. These are a bit of my favorite things. With that dark bite, when the bee stings, when I feel inside. Simply remember my favorite things, and then I don't feel so ですけどね、はい、まあ、この出てこられるミュージシャンの方皆さんそれぞれ本当に塩レオナとのあうんの呼吸っていうんですかね、はい、空間のねこう隙間をこうね今回もそうです。今回お二人がもうこれは見た方はねもうみんなおそらく激しく首をね
上下にこう振ると思うんですけどもヘビメタみたいなみたいな感じでね、あのお二人の音色がね、はい、最初このシナモンからスタートして、はい、でこうシナモンがだんだん終わってで、まあ、お一人でね鷲尾さんが弾かれて、うん、で今度マイフェレットシングスのこうイントロといいますかね、はい、それがこう流れてしおりさんがこう入ってっていうその一瞬の間ってなんとなくなんですけども、これはそのバラバラにねお二人の音色がこう空間を埋めていくような感じ で歌われて、最初こうそれぞれの色がこう出てる、バラバラっていうのはあの息が合わないじゃなくて、お互いの世界観が違う世界観がこうわーっと出てくんですけど、なんていうんですかね、こう絵の具で言うとね、赤と青の世界観がわーってなったのが、はい、スッとこう紫色に変わるというか、うん、絵の具をこう混ぜると、うん、赤と青こう混ぜると紫になって、うん、であのそっから紫になってもうみんながえーってなると、また今度赤と青にパーッとこう分かれていくような、本当にそのお二人のいいところだけをあの聞き手に聞かせてくれるといいますか、そういうライブですよね。すごい、こんなにすごいライブレポを聞いたの初めてかもしれないです本当ですか本当ですなんか賛成賛成ね、いつもね、あ、よかったよとかって言われておしまいみたいな、ね、あ、なるほどね、いやそれはね、あの、はい、やっぱり皆さんね、うん、照れやだから、あ、今配信の人たちなんか、うん、もうみんな同じこと多分言ってると思うんです。ただどうしてそれが伝わらないか、まあ配信見てる人はみんなね無口な人が多いんで、うん、いや喋れないし、うん、聞こえないしって、ね、まあ、なるほど、でまあ多いであれですけど、でも多分みんなも、うん、そうそうそうなんだよね、俺が言いたかったことってそれだよって多分みんなさんもおっしゃってると思うんですけどもね、嬉しいですね、本当にこのクロスオーバーの感じっていうのは、あの塩リオナーとね鷲尾さんで今回も本当に素晴らしくて、はい、愛野さんでもやっぱりその愛野さんとお店ちょっと狭いんですけど、うんうんうん、その中もやっぱりこう隙間をこう一つ一つ埋めてカッと一緒になって、また分かれてまた一緒になってっていうので、うん、はい、なんかそこにいたお客様がね、やっぱすごいなって言って聞いてたのが、あ、すごくその印象的で、うん、ありがたいですね、だから皆さん、うん、そうなんだなって思ってあの聞いておりました、はい、でも本当にあの鷲尾さんのギターはいつもなんか毎回私もそういう感覚があって、ここで、ね、ご一緒してもやっぱすごいすごいですよね、どの曲やってもどこでもなんかそういう引きつける魅力があるというか、うん、はい、あのシナモンぜひバンドでね、なんかすごいライブで聴きたくなりました私は。そうですよね、はい、だから、うん、聞きたく、今回のシナモンを聞かれた方は、うん、新たな欲求ったらおかしいんですけど、うん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 、そうだ鷲尾さんバンドって言ってたよねみたいな、うんうんうん、じゃあバンドバージョンってどうなんだろうっていう、うん、あのところにまた一つこう一歩深みに入っていくというかね、うんうん、そうですね、聞きたくなっちゃいますよね、聞きたくなりますよね、ありがたいです、なんかねそれはすごいなと思いましてですね、ただですね、はい、まああの素晴らしいアルバムらしいと、あえて言うなら素晴らしいアルバムらしい人、うんうん、でここで鷲尾さんが突っ込むべきところは、聞いとけよお前って突っ込んでいいところ今回突っ込んでいいところです、ね、そうですね、そうちゃんとなんで聞いてから来なかった、うん、お前廊下に立ってろちょっと微妙なねコンプライアンスに引っかかると困るですからね、鷲尾さんがそういうキャラだと思われたら困っちゃいますからね、そうですね、鷲尾さんって本当は優しい人だったと思ったのにみたいなね、なったら僕のせいになっちゃいますから、うん、そんなことは本当にこのくたくのない笑顔を見せてくださる方でいらっしゃいますからね、 で、はい、でまあなんでそういうかと言いますとね、はい、だったらアルバムからね一曲聴かせていただけないでしょうかと。なるほどね。明暗ですね。明暗ですよね、これね。はい。はい。しおりおな、何、何ですかね。これはちょっとね、ここはね、ここは、僕、うん、はね、いや、実はね、あの、しおりの部屋、前回、中山英二さん、はいはいはい、ご出演いただいて、はい、で、ゾノ、自分で言ってて足が震えたんですけど、うん、中山さんおすすめの曲って何ですかって聞いちゃったっていうね全部おすすめとは100も承知ですがあえて選んでくださいって、そうだねっていう、あ、まあ今思うと無謀だったなと思ってもしかしたらこれでディスコチェリーがなくなって毎月1回しおりの部屋になるんじゃないかっていうぐらいの恐怖を感じながらパーソナリティすらもうなんか全ライブハウスから出入り禁止くらうんじゃないかっていうあの覚悟でまあお話をさせていただいたんですけれども、あえて、今日は1曲、はい、もう1曲、これはもう
アルバムの方からお聞かせいただければと思うのですが、はい、何を、ではですね、はい、その11月23日に、まあ、私はフィドラスターというバンドをやっていまして、はいはい、ちょっと変わった編成なんですけれども、はいはい、どんな編成なんですか？バイオリン、はい、ビオラ、ギター、はい、コントラバス、ドラムなんですね。弦だらけ。弦だらけで、もともとドラムいなかったんですよ。おーおー。でフィドラスターって、まあはい、フィドルっていう単語がありまして、はい、それはあのアメリカ音楽をやる時のバイオリンの俗称なんですよ。あ、そうなんですか。はい、ブルーグラスとかカントリーをやる時にバイオリン、安いバイオリンを使うんですよね、はい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 、それを俗称で、まあ、スラングでフィドルっていうんですけども、はい、フィドルとビオラとギターとベースでフィドラスターっていう風にあの文字をかけてる。で一応ドラムもフィドラスのラがドラムなんで、あ後々入ったドラムも OK みたいな感じなんですけど。なるほどなるほどなるほど。でリーダーがそのバイオリン、まあ、フィドル弾きの梶原芳恵さんっていう方がリーダーなんですけど、はい、1枚目にアルバムが、もう10年以上前に出たんですけど、はい、今回の配信はその1枚目のアルバムをドラムがいる状態で、そして今のメンバーでリテイクしたものになるんですね。プラス新曲をちょっと1曲追加してるんですけれども、はい、で今からちょっと流す曲は、はい、その1枚目のアルバムにも入ってる曲なんですね。なんで我々としては十何年ぶりにもう一回その曲をレコーディングしたってすごい思い入れのある曲になっていまして、はい、1枚目のアルバムの、タイトルにもなってる曲なんですが、もうループザループという曲。ループザループ、はいはい、かしこまりました。じゃあもうぜひね、じゃあ、うん、あの曲紹介をですね、はい、わしおさんにお願いします。あ、僕に、いいんですか？もちろんですよ。いいんですか？嬉しい、はい、嬉しい。急に振られたからどうしようと思ったけど、じゃあやります。今ね一瞬ね、あのわしおさんが僕の耳見て、何やらせの何やらせのみたいなね。あの毎回しおりの部屋にですね、はいはいはい、あのご出演いただくあってさ、うん、必ず一回だけ目がね何やらせのっていうね、あの石渡さんの時も、うん、あの出会ったきっかけなんですかみたいに聞いて、いや婚約会見じゃないですよねあれクールですからね。クールですからね。天達、ねはい、さんの時にはあの勝手に達様ってあだ名をつけたら、天達さんが一瞬固まりましてですね。いや面白いですね。あれは伝説の回だと思います。本当に。で中山さんには先ほどもちょっと話しましたけどね、うん、どれかおすすめの曲ってありますかって聞いて、うーんってなって、で今あの鷲尾さんに、うん、曲紹介やってもらえますか。お前さそういうのは前もって言うんじゃないのみたいな、シャン顔してる。いいですね。あの収録が終わったら深く頭を下げて、うん、いやいや全然ライブ感がね、ライブ感がありますよね、うん、そうすごく。僕にもライブ感がありますから、ね、はい、ありがとうございます、はい、ではお願いいたします、はい、ではですね、フィドラスターの、デジタルアルバム3枚目スターリーモーニングからループザループお聴きください。どうぞ。
いやー素晴らしいですよね。ありがとうございます。なんかね、こうやっぱりそのオリジナルもね持ってらっしゃるから、そういったところを聞くことによって、はい、今度ライブに行った時に、あ、こういう部分がその和尚さんとしおりさんのライブであの部分のこういうところが生かされてるんだみたいなのもまた分かって、繋がりますね、楽しいと思うんですよね、うんうん、だからあのゾンなんかはやっぱりそのしおりさんのアワシップを聞かせていただいて、その後しおりさんのライブに行って、でシティポップがこう流れた時に、あの時のこうね、例えば実はサマータイムはファンクをベースにして作られてるよとか、うんうん、そうですね、とか、うん、あるいはあの実はしおりさん昔はボアを歌ってたんだよ踊りながら ね歌った頃ですね、はい、それを聞くとなるほどなみたいな、だからあのリズム感が出るんだなみたいなのがあって、うん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 、でも鷲尾さんのギターについてもやっぱり、うん、この音楽をやってらっしゃるから逆にこちらの音も出るんだっていうのをすごく感じることが、そうですね、できると思うんでね、嬉しいです。それは本当にぜひあの皆さんね、あの買ってね、買ってでいいんですよね、買って、まあ、ダウンロードして、ね、ダウンロードしてダウンロードしてですね、あの聞いていただけたらなと思っております。それではですね、あのしおりょうなあの和尚浩太さん、あのファンの皆さんにですね、はい、お知らせですとか、まあ、メッセージがありましたらですね、はい、まあ、お願いしようかなと思っておるんですけれども、はいはい、じゃあそうですね、はい、あのライブの方のお知らせをじゃあさせていただきたいと思います。今月ですね、はい、12月22日、はい、金曜日、はい、銀座アイノアさんと、はい、あと来年になるんですけれども、はい、この収録をしている FM ルピナスがある川越市内ですね、音喫茶一条さん、はい、こちらが2月18日アイノアさんの方はデュオで、はい、一条さんの方は、まあ、なんとですね、はい、あの、はい、笑うとこじゃない、笑うとこじゃないですよ、ごめんなさい、なんとなくなんとなく ね、 あのね、こういう時に、ね、俺後ろ見ててよかったなっていつも思ってあのですよ、はい、あの辰様と辰様と、はい、辰様と和志様とすごいですね私の、はいはい、トリオで、もうこれはね、どちらのライブ もう本当に楽しみですね。そしてですよ、はい、はいね、はい、あの配信のねリリースがあるということで、もうこれは聞いてからライブに来てほしいですよね、ぜひ、まあ、そうですね、ね、そうするともう本当に倍楽しめると思いますので、そうなんです、ぜひぜひもう一回お知らせをお願いしてもよろしいですか。ありがとうございます、すみません、ではですね、11月23日に配信開始になりましたフィドラスターでスターリーモーニングというアルバムになります、iTunes などでのダウンロード、はい、販売になりますので、皆様ダウンロードよろしくお願いします。で、次回のライブがちょっとまだ決まっていないんですね。というのはその、はい、この収録の前に実はちょっとレコ発を済ませてしまっているので、なるほど、ね、これはね、うん、でもね、やっぱりレコ発は、ね、先にやっておきませんとね、同時進行だとね、やっぱりちょっとねあれになってしまいますから、はい、なので、まあ、でももちろんあと年明け2024年、はいはい、2024年4年4年ですよ、はい、4年その、うん、多分バンドとしても動いていきますので、はい、そこをまた、はい、あの僕の、X ツイッターですね、はい、とかあの、X、いろいろね、そうですよね、今ね、そう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 、僕ね一生 X って言われてね、なんかドラムの人はもしかして途中でドラムセット壊す人なのかなと思ってみんなこうなるのかと思いましたよ。よく考えたらね、そんなことを思う僕の方が不謹慎だって、とりあえず口に出してみてみただけなんですけど、まあそれはともかく、まあまあ、はい、SNS とかブログとかでちょっとライブ情報は配信していきたいと思いますので、はい、皆様どうぞよろしくお願いいたします、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、ありがとうございます、ぜひよろしくお願いします。さてディスコチェリーしおりの部屋なんですけれども、今月もですね、まあ、今月っていうよりももう今年なんですよね。いや本当に早いですね、1年早いですよね、めっちゃ早い、早いですよ、はい、実は去年の12月も第1回のしおりの部屋をオンエアさせていただいてて、そこから1年なんですよね、本当にね、そうなんですよ、本当に1年で、うんうんね、もう本当にいろいろありがとうございました、ありがとうございました、本当におしおさんもありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。オーナーの三上しおりさん、そしてゲストはギタリスト、はい、和尾浩太さんでした。ありがとうございます、チェリーもよろしく。
いやーもう本当にありがとうございました。ありがとうございました。本日のね、まあ、ゲストでもあります、はい、足元さん、番組どうです、いかがでした。いや楽しかったです。あっという間でした。あ、本当ですか。収録本当にあっという間でした。もうライブもありトークもあり、はいはいはい、いろんな話も聞けて宣伝もできて、楽しかったです本当に。いやね、もうありがこちらこそありがとうございます。はい、少量な今年最後、はい、いかがでした。いやなんかもう本当1年が早すぎて、ね、本当にこうやって毎回来させていただいて、最後のね、はい、この12月にもしおりの部屋をやらせていただいて、はい、本当に感謝でいっぱいです本当に。いやもうそれはねこちらもね本当にありがとうございます、はい、感謝でいっぱいで、でまあね誰も聞いてくれないんでここでちょっとね、うん、あの年末なんで言っておこうと思っているのがですね、はいはい、しおりさんと僕の出会いって何なんだっていうところなんですけどね。あ、確かにそうですね。一回もあんまり話してないんですけど。確かに確かに確かに。ああ言われてみればそうでしたね。うんうん、はい。この X X しおりさんの X の書き込みをあのジョノが見てましてですね。はい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 。あ、こんなすごい人いるんだと思って、であの YouTube でしおりさんの歌を聞いてで。あの CD をすぐ買ってですね、それであのすいません番組に出ていただけないでしょうかっていう、すごい早速それでところからの、はい、こう最初はもう普通にゲストで来ていただいて、でその後このコーナーを作りましょうよみたいな形でもういつもお話に乗っていただいてありがとうございます。 X があったおかげですね。 X があったおかげですね本当にね今日これで全部終わろうとしてます、ね、みんなエクチャイしてね、みんなバスでね、あの3人仲悪いのかなみたいな、ね、感じになると何やってんの、何やってんだバスばっかり出してんぞみたいになっちゃうんですけれども ね、はい、本当に、まあ、本当にね、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。また、ね、来年もぜひね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組は毎月第2木曜日ここ FM ルピナスにて開店します。また来月皆様のお越しをお待ちしております。お相手は支配人の桜川夏五郎、そしてしおりの部屋オーナーの三上しおりさん、はい、ありがとうございます。はい、そしてゲストにはギタリスト鷲尾浩太さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。それではまた来年、皆さん良いお年を。良いお年を。 See you! バイバイ。バイバイ。